1時間で斉藤直樹を倒せ。はい、ということで一人のチャレンジャーを迎えてワンテーマに沿って僕と1時間でお絵描き勝負をするというこの企画、はい、第2回目ですね。今回のチャレンジャーはこちらの方、イラストレーター名春木ゲニアさんです。春木ゲニアさん、お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いやなんか急な募集だったんですけども、はい、ありがとうございます、はい、いえいえいえ、とんでもないです。はい、なんかコメントからめちゃめちゃ気合を感じたので読んでみましたありがとうございますじゃあ自己紹介とあとこう、はい、今日の意気込みなどをお聞きできると嬉しいです。はい、斉藤直樹に絵の楽しさを教えてもらった男、春木ゲニアです。今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします。今日の意気込みは正直あんまり現実感がないというか、ものすごいところに立たせていただいて、しかもご本人とこういった場面で企画ができるという恐ろしい状況に正直心が追いついていないのですが、今日は精一杯頑張ろうと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。勝手に来てください、はい、でね、今日のテーマ早速発表しますが、テーマは、はい、犬です。犬、はい、まあね、数時間前に春木ゲニアさんには実はね、お伝えしてるので準備していただいております。はい、はい、でもなんで犬なのかっていうと、僕が最近犬を飼い始めたので。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なのでなんかこう犬っぽいの描きたいなと思っただけです。あ、ちなみに犬種は何ですか？犬種はシュナウザーです。シュナウザ、ミニチュアシュナウザ、おじいちゃんみたいな感じの顔の、女の子なんだけど顔がね完全におじいちゃんなんで、こんな感じでね犬を今日は描いていきましょう。はい、よろしくお願いします、はい、で簡単にルール説明をします。テーマに沿って1時間で僕とお絵描き勝負しましょう、はい、勝敗はですねリスナーの皆さんに委ねられます。僕とチャレンジャーどちらの絵が好きという気持ちをですねコメント欄にガンガン書き込んでください。コメントが多い方、熱いコメントが多い方がね、勝ちになりますので、よろしくお願いします。それと一応注意なんですけれども、センシティブなイラストは動画に掲載できませんので、水着とかね肌色成分が多い場合には、それを控えるようにお願いします。はい、ということで、はい、春木ゲニアさん、はい、よろしいでしょうか？はい、大丈夫です僕もねまだちょっと浮き足立ってるんですけどもやっていきましょう1時間お絵かき勝負スタートです。はい、カウントダウン始めました。うわー、始まったー。よっ、始めましょう。これね実は1回始めたんだけど2分ぐらいでね画面が映ってないことに気づいてもう1回やり直してます。危なかった危なかった。 2分でよかった。本当にお互いに自分の画面に夢中ですからね、うん、本当に、はい、個人的にこんな機会なかなかないのでいろいろ質問を用意してきてしまって。あ、いいですよ。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。まずすごい僕その斉藤先生のチャンネル斉藤直樹1が、はい、消えてしまったことに非常にショックを受けていて僕もショックを受けました。いや、そうですよね、はい、そうだと思います。僕以上にとは思うんですけど、僕の高校時代絵とは斉藤直樹と共にありみたいな感じだったんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。じゃあ僕のチャンネルがきっかけ、何かのきっかけになってるっていう感じなんですか？間違いなく僕のきっかけになってます。嬉しい。カラーイラストを楽しく感じ始めたのは間違いなく斉藤直樹先生のおかげです。なんかそれまではカラーをそんなに描いてなかったと。そうなんです。まず斉藤直樹先生に教えてもらったこととして、はい、定山レイヤーとかそこら辺の特殊効果のレイヤーの使い方を斉藤直樹先生の動画で初めて使い方を知ったんですよ。あ、なるほど。それまではそんなにレイヤーとかあんまり使ってたけど特殊効果みたいなの使ってないっていう。そうなんです、何を書いてあるのか全く分からなくて、だからもう全部カラーパレットで選んで、はい、絵の具みたいな感じで書いてて、デジタルの本当の面白さみたいなのを知らなくて、うん、斉藤直樹に定山レイヤーを教えてもらった瞬間、うん、本当にお絵描き人生が変わりました。これで描けると。はい、本当に楽しいお絵描きライフがそこから始まりました。ああ、いいですね。それでその消えてしまったのが残念だった理由ってのが明確にあって、本当にその自分が高校時代に成長をしてきた動画ってのが一個一個あったチャンネルが消えてしまったっていう、卒業アルバムをなくしてしまった感じです。そうなんですよ、僕にとってもそうで。だからなんか、まあ、はい、チャンネル消えてしまったっていう事実
自体はとか動画消えてしまったっていう事実自体はまあ我慢できるかって言ったら我慢できないんだけど、まあまだいけるんですよ、まだ耐えられる。だけどなんか この動画を投稿した時になんかあんなことあったなとかこんなこと思ってたなとか視聴者さんにこういうコメントいただいたなみたいな、なんかそういう思い出まで含めて消えてしまってるから、なんかそれが辛いんですよね。それは未だに辛い。なんか本当に歴史だったというか、うん、大切なものを、なんかね、歴史ごと消えちゃったみたいな感じだからね。そうですよね、うん、まあでもそんなこと言ってもしょうがないからね。そうですね、そうだからもう忘れちゃおうと思ってなるほどまあでもね、そういうこともあっての新企画だったりもすると思うんで、あね、斉藤直樹1が残ってたらこれ思いついてるかどうかって言ったらちょっと分かんないじゃないですか。なるほどなるほど。そうそう、だからまあ前向きに捉えてね、行くしかないですよ。そうですね、間違いないです、うん、楽しんでいこうこの状況を。でも僕1個だけ本当に忘れられない動画があって。お、なんですか、なんですか。斉藤先生があの FF のティファちゃんとエアリスちゃん、そう、はい、エアリスちゃんのイラストを描いてた動画、あれがすごく僕は好きだったんですよ。あ、本当ですか。むしろあの動画で絵の描き方を習ったくらいでしたね。まあでもあれも再アップすると思うんでね、うん、本当ですか。はい、非常に嬉しいです。楽しみです。ちょっと楽しみにしてください。あ、全然時間を意識してなかったけど15分ぐらい経ちました。あー、怖い。でもめっちゃ早いですね、描くの。筆だけは早いんですよ、うん、すごい。ただあの絵が長いこと画風が変わらないみたいなのが。え、でもなんか別にそんなに画風変える必要ないですよ。本当ですか。はい、僕的にはちょっとタイムラインの新しさについていけなくてやるせなさを感じてる部分がありますね、若干。え、でもなんかそんなに古い嫌な感じの古さはしないですよ。本当ですか。はい、むしろ可愛いというかまとまった絵柄だと思います。やっと。あとね、僕は春木ゲニアさんのなんか、はい、あれショート動画なのかな、なんか見て、はい、やばい、あのすげえ昨日笑ったんですけど、アジの開きでめちゃめちゃ笑いました。あれですか。アジの開きっていう一発芸をしてる。ああ、アジの開き、ああ、あれめちゃめちゃ面白かった。本当ですか。いや、はい、ありがとう。あの非常にあのあれなんですよ、受ける人には受ける友達には面白くなかったって言われました。いや、僕はなんかもう本当に意味が分かんなすぎて、なんだよそれって思いながら、あ、でも一応なんか形状模写なのかなって思いながら、まあ、ちょっと画像というか説明物がないから分かり、はいはい、見れば分かりますよね確かに。そう、手組んでるところがあの頭で白髪出てるところで、はい、みたいな、ちょっと似てるよねみたいな、そういうあれなんですけど、勢いだけで。アルキゲニアさん今多分気づいてないかもしれないですけど、今アルキゲニアさん手止まったじゃないですか。はい、これ勝負ですから、そういう妨害もありなんですよ、はい、あー、ちょっと待って、そういうことだったの。やばマジか、やばい。直樹が作詞すぎる。直樹が作詞すぎるよ。あと30分。そうですよ。斉藤直樹は線画が終わっている。まあ、これでもね、別に終わってるわけじゃなくて、線画をちょっと一旦やめて、まあ色でも塗るかみたいな感じの線で捉えてるんですね。そうそうそう。僕はちょっと色にも入れてないからちょっと入ります。今日は斉藤直樹に習ってきた定山レイヤーとハードライトレイヤーとあらゆる技術を駆使してね、斉藤直樹に弟子として勝とうと思いますね。あ、ぜひぜひ迎え撃つよ。魔王はね、ちょっと違う方がいるけど。あ、魔王違うか。ディープなブリザードさん。ディープな方が、はい、あれ、そうすると斉藤直樹は何ですか。え、斉藤直樹は何に該当するんですか、そういう肩書き的なやつ。肩書き、え、なんだろうな。RPG 的な肩書き。RPG 的に何なんだろうね。スライムじゃないし。スライムではないですよ。強い系で言ってください。強いキャラ系じゃないと。逆に何に見えますか。ゴブリンとか言わないで。大賢者。大賢者。それだから敵じゃないじゃん。大賢者とかですかね。大賢者は敵じゃなくない。あ、敵じゃなくてもいいんだ。そう。敵じゃなくても挑戦しがいのありそうなあれである。はい、じゃあ、大賢者直樹。ありがとうございます。大賢者いただきましたみんなにとっても本当にそれで納得だと思います。ありがとうございます。斉藤直樹先生が YouTube に現れた時の衝撃たるやすごかったですか。まあ、いろんな意味でね、衝撃をまき散らしましたから。顔出しするわ、なんか喋るわ、
あまり喋ってる人いなかったですからね。そうですよね。斉藤先生が出てからすごくそのイラストを解説してくれる方が増えたと思います、うん、やっぱ走りだったのかなっていうのはつくづく思います。こう春木ゲニアさんは将来なんか はい、どういう感じになりたいとかなんかあったりするんですか？本当になくて、はいはいはい、っていうか迷ってるが正しいのですけども、うんうんうん、斉藤先生のおかげでイラストレーターを目指してたんですけど、うん、最近 AI が出てきてしまってからどうなるんだろうな、うん、この仕事とかっていう風な思考に入ってきまして、はいはい、でまあ、突き詰めると結局どの仕事でも AI どうなんだろうなっていう話になるので、うん、未来の変化に合わせて選んでいくしかないなっていうのを思いながら、今はもう好きなことをとりあえず自分が気になったことを好奇心の思いのままに他ジャンルにその手を出して創作をやって、スキルをとりあえず自分の力を上げてるっていう時期。その結果のアジの開きだったんですね。あ、そうですいや正しい模索だと思いますよ、はい、いやみんな見てほしいな。アジの開きのインプレッションがめちゃくちゃ上がるかもしれないです。斉藤直樹から人が流れてくるわ、すごい、かわいい、やった、いいですね。さ、斉藤直樹から、斉藤直樹から教わった定山レイヤーをガシガシと塗っていく。定山、あ、影でね。そうです、定山レイヤーでガシガシと形を作っていく。もうあと7分ですから。7分、ね、よし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 、犬をあやすようにね。よし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 、ムツゴロウさん、よしよしよし。続いてソフトライトでハイライトを塗っていく。もうちょっと柔らかめのハイライトですね。そうです、よしよし、あと3分です。こうして外を濃くする。これは昨日出た添削動画で学んだところめちゃめちゃ見てるじゃないですか。見てますよ。もうね、あの、ぜひみんなにおすすめしたい。あの、はい、添削動画だけは絶対に、あの、お絵描き界隈一有用すぎるから、ちょっと絶対にね、みんな添削動画は見た方がいい。斉藤直樹の添削動画を。なんか添削動画って結構ね、なんか難しいのが、なんかかなりのその情報量を詰め込んでるので、なんだろうな、なんか すごい集中しないとなんか全部を吸収できないっていうところも、まあ、あるっちゃあると思うんですよね。でもあれの動画のいいところって、上級者の方が楽しめるところ、うん、まあいいところなのか分かんないですけど、まあまあまあ、上級者の方が楽しめるなって思ってて、うん、最初に自分なりにどうやって直すのかなっていうその目処を立ててから、はいはい、俺たちの直樹が答え合わせをしてくれるそっかそっか、だから答え合わせ的に見るってことですね。そうなんです、うん、だからそのまずその自分たちで予測してみる、どうやって直すのかなっていうのを考えるっていうところで、うん、普通の授業で出ない能動性みたいなのがすごい自然に出てて、なんかむちゃむちゃ授業というか教育の質が高いなって思うんですよ。これはなんかレベルの高い見方です。そうこう言ってる間にあと30秒です。おほー、30秒で何ができる、オーバーレイでちょっと明るくすることができる。30秒で何ができる、定山レイヤーで最後、視点誘導をちょっと作れる。あ、僕もなんかちょっと余裕こきすぎた。ここあーいける、あー終了でーす。いや、なんか最後ちょっとなんか普通に会話しちゃってラッシュスタートで会話に熱入っちゃって、動画の良さとか言い始めるから普通に会話しちゃいましたよ。危なかった。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、でもめちゃめちゃかっこいいイラスト、すごいいいですね。本当ですか？はい、いや、斉藤先生のもかわいい、トゲトゲの装飾がいいですね。まあ、じゃあちょっと解説をお願いします。人懐っこいやんちゃキャラみたいな感じで作りたかったんで、絆創膏をちょっと貼ってみたっていうのと、はいはいはい、動き回ってるぞ、お前やるなみたいな、なんかその喧嘩吹っかけてるじゃないけど、ちょっと絡みにいってる雰囲気のポーズ、はいはいはい、場面なのかなって思って書いて、やんちゃでちょっとそのガサツそうなのに、うん、若干ファッショナブルなのがギャップでグッとくるなってことでなんかちょっと首マフラーとかなかなか少年やらないじゃないですか、なんか首の周りにふわふわみたいな、はいはいはい、うん、こういうギャップが可愛いキャラにしたいなみたいな感じで描きましたね、うんうん、ちょっとこう弟キャラっていうか、やんちゃな弟キャラみたいな感じがしますよね。なんか僕が思ったのは、なんか春木ゲニアさんとキャラ一緒そうだなって思います。え、本当ですか？
はい、なんか弟属性というかでも僕長男ですからなんかあの話した感じが僕にとっては弟みたいな感じかなと思ったんで。本当ですか、はい、嬉しいな。てかあれですよね、斉藤先生最近そのすごく斜めの顔でイラストを描く傾向があるように勝手に思ってるんですけど。あ、そうですね、なんか最近あんまり斜めの最近まで描いてなかったので、なるほど、なんか斜めいいなって思いながら結構描いてたのと、あ、今回に限ってはあの、うん、犬って割とこう、マズルがあるじゃないですか。マズルってあの、口が長いじゃないですか。あー、なるほど。そうだからなんかそのマズルをちょっと感じさせようかなと思ってなんかそれを入れた感じがします。こんな感じでね、まああと首輪とかをつけつつ人間に従順でこうおやつ欲しいなみたいなよだれを垂らしている感じで なんかハッ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 ってしてる感じを書いてみました。はい、そんな感じでですね、勝敗の行方は、リスナーさんのコメントに委ねられます。なのでどしどしですねコメントを書き込んでください。皆さん怖いな怖いですよね、まあ、僕も怖いですけど、一応僕最後になんかワンポイントアドバイスっていうコーナーを設けさせていただいておりますので、こちらのイラストにワンポイントアドバイスするとするとですね、はい、うーん、どうだろうな、なんかもう結構まとまっててめちゃめちゃなんか僕は好きなイラストですけどね、うん、本当ですか。ただあれかな、なんかキャラクター的になんか紫がちょっとケバケバしいような気もしたんですよね。あ、確かにそうですね、うん、なんか紫と黄色ってちょっとこうなんだろうな、きわもの感があるというか、うん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 、なんか派手好きキャラみたいな感じがすると思うんですよ。だからこれで言うとちょっと顔が可愛すぎるのかなみたいな、もうちょっと成長させて顔にもなんか、うん、あの変なキャラだよっていう化粧っていうかそっちに寄せてもいいのかなって思いました。そうですね、確かにそうかもしれない。なんかキワモノキャラクターだったらキワモノキャラクターでこの絆創膏とかじゃなくてなんか独特なメイクをしてるやつみたいな、うんうん、感じにしてもなんかいいのかなって思いました。はい、といったところで、まあ、1時間すごい、はい、あのあっという間だったんですけども、はい、春木ゲニアさん感想をお願いします。超楽しかったです。あ、よかった、超楽しかった、はい、僕も楽しかったです。ありがとうございます、うん、まあ、たまにねなんかこういう1時間縛りみたいな感じでお絵描きするとドキドキできていいですよね。はい、はい、というところで春木ゲニアさん今日はチャレンジありがとうございました。いや、こちらこそ本当に呼んでいただきありがとうございました。貴重な体験でした。